最後まで見ていただいてありがとうございました。ジブロウさんです。今回はあの天気の子の主題歌である愛にできることはまだあるかい、ラッドウィンプスの曲ですねを、ここシンガポールのマリーナバラージというところで演奏させていただきました。最初はやっぱりね、あの舞台となった東京で、雨の止まない東京で演奏しようかなと思ったんですが、それやってる方もすでにいるし、せっかく今シンガポールにいるので、夕日が綺麗なこの場所で演奏することにしました。でここはあのマリーナベイサンズの裏側にあって、あの場所的にはガーデンズバイザベイに向かって、あとは南にずっと歩くっていう感じの、場所にあるので、観光客の方あんま知らないと思うんで、ぜひあの美しい夕日が見れるんで来てみてください。映画はシンガポールでも9月に上映される予定なんで、実は僕まだ見てないんですが、それをね楽しみに、シンガポールで待ってます。最後にもしあの動画楽しんでいただけたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではありがとうございました。